こんにちはゆっくり霊夢です。こんにちはゆっくり魔理沙だぜ。日本代表現地カタールで順調に調整が進んでますね。怪我人やコンディション不良者がいるが、概ね順調と言って良いだろうな。昨日は、ヨルダンとの非公開練習試合が行われましたね。この試合は、戦術の確認やコンディションの調整という意味合いが強い。それと、もう一つ、初戦のベトナム戦で起用する選手を見定めることを目的としているはずだ。もちろん試合内容は非公開なので、記事の内容から推察するしかない。まずそれを見てみよう。日本代表、ヨルダン代表との練習試合に6対1で快勝。1本目のメンバーはアジア杯初戦、ベトナム戦の先発か。日本代表は現地9日、ヨルダン代表と非公開で練習試合を行った。日本は6対1で勝利。内容について森保一監督は、攻撃も守備も確認しながらやれたのは良かった、と手応えを口にした。日本代表は9日、アジアカップ前最後のテストとして非公開でヨルダンと練習試合を行った。JFA の広報を通じて発表された結果と得点差は別計の通りで、日本は6、1で快勝した。前半に4点、後半に2点を記録している。試合後、取材に応じた森保一監督は一定の手応えを得られたと語った。チームとしてやるべきコンセプトという部分で、攻撃も守備も確認しながらやれたのは良かったと思います。前後半で選手を総入れ替えして戦った中、前半と後半を2グループで勝っていこうということで臨みました。我々がやることとここがやることを選手たちが確認しながらプレーしてくれました。非常に良かったと思います。また6ゴールを積み上げたことについても、選手たちがゴールに向かってプレーするという部分、良い守備から良い攻撃というところを出してくれましたし、前向きにアグレッシブにプレーしてくれたのは良かったと評価。一方で終盤に1失点を喫したことについては反省を口にした。相手の鋭いカウンターに何度か決定的なピンチを作られた。そういうところは改善しないといけない。アジアカップを戦うにあたって、相手が守備を固めてきて一発で試合を決めてくるという戦い方によりこだわってくると思います。攻撃がちょっと中途半端になったり、リスク管理のバランスが少し良くなかったり、相手にチャンスを与えたところがありました。それはしっかり反省してアジアカップを迎えなければいけないと思っています。前半のメンバーは取材陣に公開されたウォーミングアップの様子と監督のコメントから別表の通りだったと予想される。森保監督は怪我を抱える三笘薫、久保建英が出場しなかったことを明かし、チーム合流後、別メニューで慎重な調整が続く冨安健洋、そしてウォーミングアップには参加していたものの、合流から間もない遠藤航も不出場だったと認めた。先発メンバーがそのまま大会初戦となるベトナム戦に臨むかどうかは定かではないが、得点の推移や監督の口ぶりからして、総じてポジティブな戦いぶりだったことは間違いなさそうだ。怪我を抱える三笘や久保に無理をさせる必要がないことも、この日の試合で改めて確認できた様子。誰が出ても勝つというところと、誰が出てもチームの機能性を落とさないという部分では、選手たちが誰かに頼ることなく、出た選手が結果を出そうと自信を持ってやってくれています。より野心を持ってプレーしてくれているかなと思います。と、指揮官はこの日出場した選手たちのプレーと意欲を評価した。初戦のベトナム戦まで、あと5日となった。5度目の優勝を目指す日本は、決勝までしっかり見据えた上で準備を進めていく。純也さん、また先発だったのね。めっちゃタフだと思います。彼はちょっと働きすぎないような気がする。6対1の大勝だったんですね。ヨルダンも実力のある国だが、結果を見ればその通りだな。ただこれは練習試合だ。ヨルダンが日本以上にコンセプトの確認や選手のコンディション調整に重きを置いただけなのかもしれない。森保監督も口にしているが、終盤の1失点がいただけないかな。一番困るのが先制されてドン引きされて守備をガチガチにされることだ。前後半でメンバーが変わっているので、その辺詳しいことはわからないがな。選手の動き自体は良いように見えますね。ここでネットの反応を見てみよう。親善試合レベルだとガチガチに守ってカウンターを狙うような極端な戦術はあまり対策できない。本番はそういうチームだらけになるので、今までのような解消は難しくなる。セットプレーでの得点が少ないので苦戦するだろう。しかしそれでも必ず優勝してアジアレベルで敵がいないことを示すのと同時に、ワールドカップのために FIFA ランキング上位を目指す大事な大会となる。ついに開幕しますが、非常に楽しみ。残念なのが、実質見れない試合は1試合のみとはいえ、アジアカップが地上波でついに全試合見れなくなったこと。今後を考えると気軽に代表を見れる機会は減るだろうな。このあたりの放映権高騰はどうにかしてほしい。アジアの戦い方では、対戦相手は徹底的に引いた戦い方をしてくるのが想定される。最近の親善試合では相手は5バックで引いた戦い方であるが、強化の意味合いもあるので攻撃も仕掛けてくるので大量得点ができているが、アジア杯本番では引き分け狙いで完全に引いた試合も考えられる。その中で得点を得るには
空中戦での得点を狙う必要があると思う。そう考えるとフォワードには空中戦に強い選手が必要と思い、今回の招集選手たちには不安を覚える。大迫、武藤、オナユの誰か一人は加えるべきだったように思う。カウンターの失点ならそのカウンターの目をどうつむかが課題だな。ヨルダンは守り固めてたみたいだし、そこから6点取れたのは良かったし、さらに相手のカウンター対策という課題も出た。素晴らしいトレーニングマッチだったと思います。昔からなかなか得点が奪えない中、後半に縦ポン一発のカウンターでやられるパターンを何度も見てきた。 W 杯のコスタリカ戦もそんな感じだったと記憶している。他チームはこの形を狙ってくるだろうね。今の日本代表は徹底的に引いて守る相手からもしっかり得点できるようになりましたね。以前の日本代表とは別物になったと思います。ネットの反応にもあったが、カウンター失点ならその対策をどうするかという課題が見えてきましたね。課題をあぶり出すことが練習試合の目的なので、これはこれで良かったと思う。順調すぎる方が怖いですものね。引き続き油断をせずに、そして怪我には十分気をつけてコンディション調整をしてほしい。あとは三笘、久保、富安がどこで復帰できるかですね。何度も言うようだが、無理だけはしないでほしい。彼らは今後のヨーロッパの中でどれだけ活躍できるか、そちらの方が個人的には興味があるからな。こんなところで怪我を再発しないでほしい。さて皆さんはこのニュースをどう見ましたか？このチャンネルではサッカー日本代表を中心に情報やネットの反応をご紹介していきます。気に入っていただいた方はぜひチャンネル登録、高評価お願いします。また、このニュースに対して何か感じたことがあればどしどしコメントください。それではまたね。またね。